そんな感じでクラリフィックミニ情報です。ではやばい、すごい、軍のヘリ飛んでる。いらっしゃいませ、メイクアップアーティストのチェ日高です。今日の動画はこちら。はい、もうこちらにねいらっしゃると思うんですけれども、こちら皆さんご存知ですね、ともきくんでございます。彼もねメイクアップアーティストとして活動しておりまして、 YouTube の動画を上げておりますので、ぜひぜひね、まだ見てないよっていう方は見ていただきたいんですけれども、今日はいつもねお世話になっているビューティリッシュさんから、このウーマビューティーっていうコスメブランドさんの新しいねローンチに合わせて、このコスメたちを送っていただきました。で、今日はともきと一緒にこのコスメをね使いながら、ファーストインプレッション、まだね使ったことないもんね。そう今日の動画で初めて使うんだけど、そう、2人でねあーだのこうだの言いながら使っていきたいと思います。で、できたルックはこんな感じで、私はねナチュラル目担当で、ともきはグラム担当なので、このルック気になる方はこのままご覧ください。どうぞ。今日使うのはウーマっていう化粧品のブランドの新しいコレクションとか、ちょっとね人気のファンデーションとかマスカラ、そちらを使わせていただいて、どんな感じかっていうのを2人で見ていきたいと思います。思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。感じとしてはなんかね、話してたのはともきがやっぱりグラムメイクみたいな感じで、私はちょいナチュラルめっていうのを目指していければなと思います。2人ともね、さっきねスキンケアは終わってるんですよ、ね、どうする、話す、なんか偶然2人とも使ってるものがこれ一緒だったんだけど、そう、話そうか、話しましょう、うん、これはねビューティリッシュさんとかね関係ないんだけど、はい、この商品は何でしたっけ。ランコムのクラリフィックでございます。そう、大人気のランコムのクラリフィックデュアルエッセンスローションってやつ、しかもね2人ともこのでかいボトルを買ったっていうね。ん、チエさん何ミリですか。え、これ150。自分250です。超ジャンボサイズです。でかっ。そう、顔ぐらいある。マジか。レビューがめっちゃいいじゃん。うん。ベスコスだし。そうそう、ベスコスだし、みんないいって言ってるし。なんか最初はあ、お、いいかもって思ったんですよ。なんかキメが整う感じとか。わかるよ、わかるよ。心なしか透明感出たかなみたいな、そう思ったけど、使ってるうちになんか、まあ多分僕のそのストレス状態とか季節の変わり目とかもあると思うんですけど、なんか徐々に何か合わなくなってきて、わかる、あ、これは多分今これじゃないよみたいな。だから肌がある程度こうバランスが取れてる時だったらこれ使うとより良くなるのかもっていう。わかる、そのさっきも話してたんだけど、そのもうプラシーボ効果かなっていうふうに思うぐらい、最初はね本当によく感じたんだよね。お、いい感じって思ってたんだけど、それね結構私の肌あるあるなんだよね。これいいかもって言って10日目ぐらいかな、なんか急に肌が素っ気なくなるの、もうしないよみたいな感じになるから、結構それがあって、なんだろう、もちろん潤うしいいんだけど、そんなかみんな聞くんかっていう、こんなそんな感じ。ちなみにちえさんは拭き取りとして使ってるんですよね。あ、そう朝拭き取りとか、まあ夜ね、さっきともきがつけてたみたいなこうパシャパシャもするんだけど、拭き取りで使うことが多いかな。買う時に BA さんにも言われたのが、コットンとかでやると角質が柔らかくなって取れやすいですよとかっていうのは言われたけど、なんかひげ生えるから拭き取りやると顔がケバケバになるんですよ。くっつく、わかる。そんな感じでクラリフィックミニ情報です。はい、ではやばい、すごい、軍のヘリ飛んでる。じゃあどうする、ファンデーションからいこうか。はい、ファンデーションはこちらです。セイワットの方ですね。このファンデーションの私のカラーはホワイトパールの T
T-1N ってやつを送ってもらったんだけど、明らかに白かったのでちょっと混ぜようと思って、ブラウンシュガーの T-4N っていうこの2色を使っていこうと思います。ともきのあれ違うんだよね、なんかね、この蓋の色、ベアレディとブラウンシュガーとホワイトパールでしたっけ。あ、そう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 っていう、その多分3つ大まかにこのカラー展開があって、それによって多分キャップの色が違うんですけど、僕はフェアレディの T-3C っていうカラーを送っていただきました。うん、ちょっと私が理想であろうっていうカラーはちょっと下にね後で書いておきますので、参考にしていただければなと思います。どんなファンデーションかもわかんないんだけど、とりあえず振った感じね、シャバシャバ言ってんだよ。あ、じゃあ結構水っぽい系、そうなのかなと思って、ちょっとバシャってならないように気をつける。あ、すごいもん、だってこんなんだもん、流れるもん。あ、なんか全然想像と違った。うわ、怖い怖い怖いね、あの本当に、あ、もうちょっと重めかと思いました。で、ちなみにこういうスポンジが出てるんですけど、ウーマビューティーさんから上が黒くて下がちょっと紫っぽいやつが出てて、上がちょっと固めで密度があるんですけど、下は柔らかくてふんわりしてて、しっかりカバーしたい時とかは上の黒い部分を使って、で薄付きにしたい時はこの白い方を使うといいらしいです。あとはコントアとか使う、あのコントアのスティックとかも出てるんですけど、ウーマビューティーさんがあったね、あったね、あれはこの黒い方を使うといいらしいです。おー、なるほど、すごい柔らかい、なんか超絶柔らかいよこっちの白い方は。あ、ちょっとファンデーション白いかもしれない。あ、勝手にさ、私超フルカバレッジのファンデーションだと思ってたの。うん、自分も勝手にビジュアルがさ、攻めてるじゃん、結構濃いめのメイクっていうか、だけどあれだね、やっぱり使いやすいようにできてんのかな。ですね、ウェイトレスって言ってるし。ウェイトレスって言ってたね。ここまでちょっとあのウォータリーなファンデーションは久しぶりに使う。水っぽい割にはカバー力ありません。確かに重くなく結構仕上げられるかもね。で、確かこれウーマビューティーってさ、ブラックオーナーのブランドだったと思うんだけど、なんか全然あれだよね、アジア人の子とかもビジュアルに出てたりとかして、結構ほんといろんなスキントーンに向けて作っているブランドなんだなっていうのが伺える。コンシーラーいっていいですか。コンシーラーいきましょうか。ステイウォークコンシーラー、私はホワイトパールの T の 0.5 です。だいぶ明るめ、だいぶ明るめ僕のはさっきと同じフェアレディの T の3。ゆくそのなんか、もともと僕もハイライトとかで使おうと思って頼んだんですけど、はい、思ったより色が暗いので、普通にあのニキビとかを隠していこうと思います。カバー力やばいっす、これ。あ、ほんと？ちょっと私出しすぎたかもしれない。少量でやばい、結構かわすほんとだ全体的にこう色のチョイス間違ったかもしれないめちゃ目の下白いですよまあ、こっからアイシャドウのせていくからさ。そうですね、うん、前向きに。ちょっとこ暗いファンデーションを、でもこの暗いファンデーション暗いな、ちょっと待ってよ、どうしようかな、なんか事故が起こりそう。大丈夫ですか。あ、完全にねオレンジですね、私の肌には。あ、やめ、すごいっすよ今。私もね、ダークなスキントーンの方にメイクしたことが何人かしかないんだけど、でも、うん、みんなね、スキントーンのアンダートーン違うのよね。わかる、レンガっぽいこういう赤みがある人とちょっとオリーブっぽい人とかさ、わかる？なんか、まあ、ニックスにいたじゃないですか。で、その時に、まあ、アメリカの方結構来てくださってて、で、まあ、タッチアップ、まあ、ニックのコロナの前ね、タッチアップしたりとかしてたんですけど、なんか、色合わせようと思っても、これでいけるだろうって思った色が、ことごとく合わないんですよ。あ、え？みたいな。乗せたら色が全然変わっちゃうから、難しい。アジア人だけでも難しいじゃん。あれは本当に経験ですね。経験、
経験と本当に本人たちに聞く、うんうんうん、普段どんな色使ってますかって聞かないと、ちょっともう軽く事故を着てるんだよね私むずいね、このやっぱり新しいものを使うっていうのは、うん、なんかやっぱオンラインでの色選びほど難しいものはないっていう。確かにね、みんなこういう苦労されてるんですよ。だから今だって俺成功したことないですねオンラインでの色選び。あ、どうどう、なんかちょっと馴染んだ、ちょっと馴染んだ。まあいい感じに、なんかいい感じになった血色感というか、どちらかというとちょっと小麦肌寄りな気はしますけどはい、ファンデーション選びが難しいっていうことですね。じゃあ、あ、眉毛ないのか、これ。眉毛ないですね。じゃあ、ちょっともう見えてしまったんですけど、今日のアイシャドウ、これ今回の発売されるコレクションですね。ウーマビューティーカミングトゥアメリカのブラックマジックカラーパレットっていうことだと思います。このピンクで、じゃあちょっとベースを描いていきます。じゃあ僕は最近買ったセザンヌの超細身アイブロウのディープブラウンでまず輪郭を描いていきます。超細身ブローデビュー。なんか意外と折れない。動画で見てた時はそんなに、なんだろう、細く見えなかったんですよ。ああ、なんだっけ、アナスタシアのアイブロウウィザーじゃないですか、あれぐらいかなと思ってたらさらに細いっていうね。めっちゃ細かった。シャーペンの芯かなみたいな半分ぐらいっていう。かわいい、このダホミーっていうカラーかな、ダホメイ。ミックスの時の店長がアフリカン、アメリカンのハーフでしたよ。あ、そうなんだ。そう、だからすごいカラフルな服がめっちゃ似合う。似合うよね、ほんとさ、羨ましいよ。やっぱりうちらがやっても合わならないっていうね。そうそうそう、似合うし、柄物とか派手でもなんか、そう、似合うよね、似合うよ、あの、映えるよね。僕もちょっとアイシャドウパレットからそことを使って埋めていきます。よし、あ、うん、いい感じ、パウダーいい感じだね。このまだ目元に使ってないからわかんないけど良いと思うよ。ちょっと今ラメだけスウォッチしてみたんだけど、こんな感じ。韓国のチラチラ系はやっぱチラチラ系なんだよね。底色がそんなにない感じでキラキラが際立つみたいな、光をキャッチするのに一生懸命みたいな感じなんだけど、やっぱりこの欧米系のコスメのこのグリッターのアイシャドウっていうのは底色ががっちりしてて発色するわ、綺麗わ。これそういう感じのグリッターとかって久しぶりじゃないですか。確かに久しぶり、嬉しい。じゃあここまでご覧いただきありがとうございました短いんだけど、私の動画では、ここまでベースメイクと眉までをします。最後にはですね、こんな感じで仕上がる予定でございます。で、アイシャドウからの動画はともきのチャンネルで上がってるので、ぜひぜひね、そちらでいろいろ詳しくこのアイシャドウとかハイライトとかレビューしているので、そちら見に行ってみてください。今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。